近くに行きたいですけど、すみません、今こちらでやっております。とんでもないです。今日は本当どうもありがとうございます。とんでもございません。莫大な拍手を。嬉しいです。わあ、本当に年寄りを呼んでいただいてありがとうございます。何そんなことないの。すごいですね、皆さん。いや、みんなこの熱気がねえ、すごいね。ちょっと声じゃなくて、私倒れてます、多分もう倒れてる人何人かいると思うけど大丈夫ですか。大丈夫、みんな、はい、あの水分とか取ってくださいね。本当ですよね、うん、大丈夫大丈夫みんな大丈夫。イエーイ。大丈夫か、本当に大丈夫か。じゃあさ、せっかくだから何やろうかな。お、なんか上がってきた、上がってきた。大丈夫大丈夫。せっかくだから365本。もうみんな元気ついでにその場で足踏みしながら聞きたいくらいですよねもうやめてください、しげとしみたいなから。じゃあ365本行きましょうか。そうですか、はい、行きます。イエーイ。これやってるだけで超幸せです。俺ずっとやってたいくらい。失礼しました。実はあのメンバーの中に、水前寺さんのドラマを見て育った人がいっぱいいてですね、はい、ちょっと待って、相当前ですよそこそこ僕らもそこそこ年取ってるんですけども、あの昭和45年ですよ。昭和45年、小学校5年です。うわそうですね、まだ生まれてない方もいらっしゃるかもしれません。生まれてないメンバーもいるかもしれないけどね。でももうこの曲もぜひ僕やってほしいなと思って。もう何の曲やるか分かる人いるでしょ、こんな感じ。イエーイ。イエーイ。めっちゃいいドラマでしたよね。ありがとうございます。本当にですね、あの恋人役は石坂浩二さんでございます。そうでした。もしかしたら私嫁にいるんじゃないかと思ったんですでもシャラッて浅丘ルイ子さんが持ってました
ガッカッしましたけども、でも本当に皆さんに見ていただきまして本当に、ね、ありがとうございます。今日はその当時もご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、それじゃあ皆さんありがとういきます。具合悪くないですか？はい、あ、具合悪くないよ。いや、ちょっと太ってらっしゃるから大丈夫かな。すいません、別にここにいるから太ってるんじゃなくて、もともとデブなんですけども。嬉しい、水前寺さんになんかディスられるの最高に嬉しいですけど。イエーイ。先生もお若いんですよね。はい、あの先生って言わないでください。これでも還暦です、もう。じゃあ私どうなん。いや、すいません。そうすると還暦ですか？還暦、あんま、でもあんまり変わらない。60。私はもっと10年以上。チーター。すいません。でも、若い自分からこんな格好で歌わせていただいて、今でも切り返しを打ち取りまして。先生とお会いして、なんですかね、あまりにお若いんで32歳かなと思ってました。そんなに言ってると思わなかったもんね。ありがとうございます。とんでもございません。ちょっとこっちから見えにくいんですよね。ちょうどね、暗がりなんでいい感じかなと。いや、とってもいい明かりが当たってます。本当ですか？そして、素晴らしい演奏してくださる皆様、はい、お熱い役をお客様でございます。来たことがないもんですから、今日の皆さんのこのね元気ぶりを見て、また明日からもっともっと元気になって皆様に応援していただこうと思っております。よろしくお願いします。じゃあここで
曲ですから、一本どっこの歌いきましょう。まだあったんですか。はい、すみません、いいですか。いいですけど、古いでしょ、あの歌。ちょっとね、僕ら流に出だしとかかなりアレンジ変えようと思ってるんですけども。私歌いますか、じゃあそれで。大丈夫です、大丈夫です。鈴木さんが歌うとかもとことんついてきます。ありがとうございます、はい、で出だしはちょっと僕ら流に不思議な感じでやりますけど、はい、はい、不思議な感じでグワーンといきますけど、はい、はい、やりたいと思います。お願いします。準備。いただいてこんなにあの歌いとして嬉しいことはございます。本当に皆様ありがとうございます。鈴木さん、あのみんなで温度作ったんで、もしよかったら一緒にこの後みんなで歌っていただけるとすごく嬉しいんですけども、はい、新曲の温度なんですけども、あのさっき歌ってたチコイムさんやミカドさんやユウスケさんも上がってもらって、はい、みんなでもうあとあのこっちのワークショップのみんなも一緒にやりますので、はい、あの誰も踊ったことないんでこれから踊るんですけども、誰も知らない温度をこれからやるんですけども、虹の東京って温度なんですけど、もしよかったら一緒にご付き合い願えるとすごい嬉しいんですけど、ありがとうございます。じゃあ、 あのすみません、サチコ M さん、ミカドさん、ユウスケさん、もしよかったらステージに上がってきてもらって、あと、振り付けやってくださった元珍しいキノコ舞踊団の伊藤千恵子さんいましたら、ちょっと振り付けの説明簡単にあの櫓の上でしていただけると助かります。イエーイ。どっかにいらっしゃるかな。あ、櫓の下にいますね。今ちょっと下にいますので、ちょっと背が小さくてすいません。かろうじて見えます。させていただきます。今あの皆さん向いている方、あのこの櫓の方向いていただいて、手上ですね。ちょっと手叩きます。せーの、はい、3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 、
これあの東京がテーマなんですよね。東京の経済活動をあのイメージした動きになります。このまんま中心そんなことテーマに作ったわけでもないですけどね。すいません、すいません、大丈夫です。経済活動テーマ、はい、はい、でこのまま円の方に進んできてください。せーの、はい、トン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 、はい、うん、で今度下がります。後ろに下がる、下がり、そしたら虹ですから、東京ね、虹の東京なんで虹を見ます。手がちょっと変です、こんな感じで、ちょっと斜め目見ます。でこっちに進みます。3、はい、移動してます。あ、いい感じですね。そうです、はい、そしたらちょっと忙しい時、トン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 ト